指でフィンガーで握る人は自然にこういう持ち方になります。だから短いです。ロングサム、左で握る人はこう長くなります。人によって違うんでどれがいいかと言います。そして実際、皆さんこんにちは、太平洋クラブ御殿場ウエストからお届けします。マニクリのまず握り方とか、その手首の返し方とかこれがちょっとよくわからない。気分にもなるなんかラウンド中にグリップがどんどん変わってきちゃう。普通に構えてスキアグリップ、ナックルが2つぐらい見えて、右がこの要するに V が肩か顎と間ぐらいとか、はいはい、左があったら右がそれに添えてくるから同じところ向く、はい、昔の人ってね、左がウィークでね、右手をこうやってかぶってたんですよね。ウィークってどういうことですか？これ開いてるってことです。開いてる、うん、だからどっちかではこのナックルが見えない、ナックルが見えなくて開いといてかぶせて、はい、こう上からガーンって打ってたんですよ、はい、今だとスライス系が多くなります、はい、で力のない人は自然にフックグリップになって、逆に言えばナックルが3つぐらい見えたものが理想から見ると、こっから手がこんだけ変えるわけでしょ、うん、ウィークだったらこれしか変えない、だこれしか変えないってことは、はい、クラブが走らないってことね。あ、だフックグリップにすればこれだけ変えるわけでしょ、はい、っていうことは、うん、だからグリップフックにしてアームドローテーションできたらそれだけ球が飛ぶってことなんですよ。だから女子プロとかはフックグリップが多いっていうのはあそこね、はい、だから逆にでもこうするとリスト力ある人っていうのは飛ぶけど曲がる可能性あります。理想は左と右手が一体感が必要なんですよ、はい、でリストカウンするときに一番いけないのが、右手が強い人はどうしてもこう入ってきて、こっち側がこうやって伸びてくるんですよ、手首が。そうすると腱鞘炎にもなりやすいんですよ、はい、ですから理想はこの右手の角度がありますよね、はい、アウトにしたときリストカウンするとここの角度がインパクトしてこのままこういう角度が残っています。ここの左の右の脇が締まりながらクラブがこう立つことなのね。インサイドからクラブが出てくるとグリップエンドが一回飛球線に向きます、はい、そこに対してキープしてきて回す。そうすると自然にこういう形、それで左に対してがあるから、でフォローでクラブ当たって戻るところ、手のひらがこう当たります。このままダメだとこれが下向いちゃいますね、はい、逆に探る人はこのままこういくわけです、ね、はい、だからこれが自然に当たったら立つような感じです、ね、だからここを意識してクラブがスッと立てば、はい、そういうリストターンっていうのをそれを覚えておくだけで強い球も打てるし、まあパワーの人間はこのまま角度変えないで打っていけば方向性も良くなると思うね。もう一度グリップチェックしてリストターンを覚えたら飛距離アップになるし、ミート率も上がるかもしれないですね、はい、あとですね、はい、グリップで例えばこの右手のね、この付け根が痛くなっちゃう人とか、はいはい、これはなんでこういうことになるの？基本的にトップスイングでバックスイングした時、左の AB って乗るじゃないですか、はい、でここが乗った時にここで溜めが強いですよね。そうするとここの張りが半端じゃないですよね、はい、プロはここでこういう溜めが入るんですね、はい、だからここの根元のところの親指のところがすごい負担かかります。でここで溜めてきてキープしてくるから、これをほどければ全然痛くないんだけど、上手い人ほどこう絞ってくるんで、この溜めが強くなればなるほどここで一気に弾くんで、その時のこの溜め、要するにここに乗る重さ、はい、これがだからすごく負担かかってきて親指が痛くなるっていうのがありますよね。だからちゃんとストレッチをしなきゃいけないと思うんですね、はい、逆にこっち側が痛くなるっていうのはなんか問題、これ右手で、ね、多分親指とか痛くなる人は逆にこうやって上からかぶしすぎちゃうんで、かぶせすぎると今度はこう打った時にここで親指が壁になるじゃないですか、壁になってくるんで、これがグリップエンドが先に出てこう変えれば痛くないんだけど、かぶせて打とうとするとこっち右肩出てくると一緒なんで、全パワーが右手の親指にかかるんですよ、ね、ブロックするからガーン、ここで打った瞬間に下向くんじゃなくてこれが上に向くようになると痛くなくなります。まあ、基本的にはだからこうフィンガーで握る人とこの平で握る人、これいっぱいいるわけですよね。指でフィンガーで握る人は自然にこういう持ち方になります。だから短いです。ロングサムで平で握る人はこう長くなります。人によって違うんでどれがいいかと言います。そして実際世界でね、インターロッキング、要するにこうやって絡めるでしょうね。インターロッキング、タイガーとかインターロッキングじゃないですか、松山選手も石川選手も。だけど主流的にはこう握ってから右の小指をこの人差し指のところに入れるオーバーラッピングね。これはだからどっちがいいっていうことも言えないと思いますから、ただ言えることは一体感ね、左と右手が一体感のグリップがいいです。アドレスした時にこの V が右の肩を向いてるのか、首と右の肩の間ぐらいか、右手のそういった時のこの右手の角度も
この V のとこが同じとこ向くことです。だから一番いけないのがこうやっといて右かがぶとどうなるかというと、バックスイングで右手が入るものになりやすいです。どうしてもこの右手が強くなるんでバックスイングがアップライトになりやすいですね。自分はもっとフラッと投げたいなと思ってて、グリップがもしこうなってる人だとこれをこうしなきゃいけないので、手首がこんなローテーションするんですよね。ですからしっかりと一体感を持って肩を回せば自然にこうやって、よく昔出前持ちって言いましたけど、こんな感じが理想です。ですからこう持ってる人は出前持ちできないですよね、かぶしてる人が、右手がね。そういうところを意識できれば自然に落ちてしたものがクラブがローテーションして立ってくるから、でもプロがね、打ち終わった後スーンっていって戻すじゃないですか。これはクラブが立って入ってきてるから戻る、こういうかっこよくなるっていうのは言えます。だから右手が強い人はこうなるから戻らない、逆にしゃくる人はこうなるから戻らない。グリップっていうのはここ真ん中に対してこうしっかりと同じ面でこう上に行けるようにします。それはすると手首も両方とも腱鞘になったりすることもないので、保護もできると思いますから、しっかりしたグリップを握るとまたここで基本的に戻ればいいと思いますね。あのグリップはね、唯一そのクラブと、その人、まあ、体とのこう接点が大事ですね。そうですね、はい、でこのグリップが間違えてしまうとそれ次第でこのキスイクっていうのが変わっちゃったり、アドレスグリップってすごい大事ですよ。それで力んだ時こそ右手を下から添えてくるようなイメージぐらいリラックスして入るとか、どうしてもこうかぶりやすいってことですね。そういうことですね。だそういう点はだからグリップっていうのも意外とね自由になりやすいんで、それはしっかりと自分で一体感を持ってグリップできるといいと思います、ね、はい、どうもありがとうございます、はい、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。